玉川習字教室の玉川優吾です。今日はですね、日本習字小学5年生のですね、6月検定課題、はい、こちら写真ですね。この課題を書いて説明をしていきます。今回のですね、課題のポイントですね、まず写、ここ俺、はい、俺の部分ですね、筆をですね、一度止める。その時はですね、支出とほぼ同じ角度で止めてですね、そしてもう一度押さえ直してからですね、方向を変えて書いていくという書き方をします。そしてこの羽の部分ですね、俺のところから内側にこう、ちょっと丸みをつけていきますね。はい、そしてここで一度筆を止めてから、筆の腹をくっとちょっと中に入れてからですね、跳ねていくという書き方をします。また、この横角ですね、この4画目のですね、交わる位置に注意して書いていきます。またですね、この中心、この与えるという位置ですね、中心を取りたいので、支筆の位置、ここですね、よく見てですね、書くようにしてください。そして芯、ここはですね、この横画間、ここはですね、揃って見えるようにですね、まとめていきます。そしてこの横画の長さ、注意してですね、書いていく。ここは俺ですね、斜めに腕を止めて、そして押さえ直してから縦に、で左払い、短くですね、払っていくというこの書き方に注意していきます。裏面にですね、赤手本の書き方というのがあります。ここにですね、詳しくどのようにして書いていったらいいかが書いてありますので、最初にですね、こちらをよく読んでからですね、書くようにしてください。それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、写ですね。1画目。はい、斜めに押さえて、外側に向かって、こう。はい、2画目。はい、右上がり。はい、俺ですね。はい、斜めに、こう押さえ直してから、1画目向かって払っていきます。はい、そして3画目、横から。はい、ちょっと中心線よりも左からいきます。はい、あまり長くしません。4画目は、ちょっと縦気味です。はい、斜めに押さえ直してから、右上がり。はい、ここ、収筆とやや、3画目の収筆と同じところでですね、こう押さえて、そして内側に寄せていきます。丸みをつけて、こう。そして、跳ねていきます。はい。最後、はい。4画目の交わるところに注意して、寄せて、長くと。はい。いい書き方をいたします。はい、次、芯ですね。はい。1画目は、右上がり。はい、2画目。はい、ちょっと左、縦に行きますね。縦に行ってから、ちょっと左に向かって払って。そして3画目、縦にまっすぐです。はい、4画目。はい、細く行きます。止めて、斜めに押さえ直して、そして立てて、はい、間隔狭く等しく見えるように、はい、8画目は伏せて長くです。はい、9画目、10画目。はい、このようにして書いていきます。写のですね、俺、羽の書き方ですね。そして芯の間隔を狭く等しく見えるようにまとめるということと、俺の書き方にですね、注意して書いていってください。はい、今日は以上です。